じゃあ今週の発売アイテムが決まりましたのでそちらを見ていきたいと思います。今週は Spring24SS シーズンの Week 15ですね。えー、クラックスの新作シューズが発表となっております。えー、クラックスの新作シューズ、それからレギュラーアイテム、えー、発売アイテムが決まりましたので今日はアイテム一点一点見ていきたいと思います。はい、こちらはスプリ i n プラスの YouTube チャンネルです。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひこの機会によろしくお願いいたします。 えということで、クラックスの新作シューズが発表となりました。今回は表面にエ,ラエナメル加工を施したパテントレザーを使ったワラビーですね。えー、まあクラックスといえばワラビーシューズが一番の主力製品ですので、エシプリムも毎回このワラビーシューズでコラボしてますね。前回コラボしたのが1年前、2023年 SS ということなんですけども、前回こちらでしたね。えー、少しウエスタン調のカットアウトデザイン。 の、わらびシューズ発売となりました。カラー3カラーで、昨年出ておりましたけど、これ結構人気になりましたね。えー、僕も買いましたけど、このブラック買いましたけども、結構履いてますね。冬のシーズンに。えー、価格は28,600円ということで、だいたいこの3万円前後ぐらいでいつも出てくるというような感じです。えー、で、この時はこのフーディーとかスウェットパンツとか同じデザインで出てましたね。えー、まあ、それと全部コーディネートもできちゃうというような わらび出ておりました。これが1年前発売ですね。その前は2年ぶりとなるということなんで、これより2年遡って 21FW に出てたのはこのウーブン。この編み込みのやつですね。編み込みのわらび出ておりました。まあ、ほとんど毎回わらびですね。まあ、たまに違う時あるんですけれども。えー、その時はここからラでピンクとかも出てましたけれども、価格は3万800円ということで、まあ、だいたいいつも3万円前後ぐらいだと。 いうような感じですかね。で、今回もわらびでえ、今回パテントですね。パテントレーザーということで、エナメルですね。まあ、ああの、えー、よく聞く名前で言うと、エナメルシューズ。えー、ですね。エナメルの加工をしてあると。で、今回特徴は、このツートンカラーのグリーンとブラックの、この2、えー、ツートンカラーが出ると。それ以外は、ブラックとベージュカラー。まあ、あの、わらびといえば、この、ベージュが一番この、 メインカラーの一つとなってくると思うんですけど、ベージュとブラックは単色で、このアッパーとサイドパネルが同じ色なんですけども、このグリーンだけはサイド赤になってるっていうね、仕様になっております。この3色で発売予定。まあ、だいたいいつも通り3万円前後ぐらいなんじゃないかなっていう感じですけれども、まだ価格は出ておりません。まあ、昨今のあの、えー、物価高の影響で多少高くなる可能性ありますけれども、 そのぐらいの価格帯で今回も出るんじゃないかなという感じです。3カラーでエナメルレーザー。非常に足元がキラキラ輝いてアクセントになりますね。まあ、ショートパンツとかと合わせても非常にかっこいいというようなアイテムが出てきました。まずはクラフトクスとのコラボシューズ。5月25日、今週 Week 15発売予定となっております。 それから、ビリー・アイリッシュがバスケットボール着用、バスケットボールジャージを着用というニュースが出ており、話題になってますね。これ、今週の発売のアイテムじゃないですけれども、今期発売予定、バスケットボールジャージ、まだ発売になっておりません。このジャージのセットアップ、黄色と、ショートパンツはホワイトも履いてるんですね。というのが、着画というか PV、ビリーの新曲のランチという曲の MV で、 えー、披露しているということですので、あの、スプリンプラスのウェブサイトの方に、あの、動画のリンクも貼ってありますので、えー、まだ公開してばっかりなのに、1000万再生とか超えてるということで、非常に人気のアーティストですけれども、えー、その人気歌手の着用によって、えー、さらに大注目のアイテムに今回このバスケットボールジャージになりそうですけれども、えー、価格はもう事前に発表になっておりまして、バスケットボールジャージが22000円と、ショーツが19000円と、 いう形で出ております。ただこれは今週の発売アイテムではありません。えー、来週以降いずれかの週で発売になってくると。もう間もなくきっと発売になりそうですね。えー、そして5月25日、レギュラーアイテム見ていきたいと思います。えー、まずは、ジャケット類。これもう最後のジャケットですね。今シーズン、レギュラーアイテムでは最後のジャケット。 えー、このヒッコリーストレープのシュプリムのロゴがリピートで入っているという、これ非常に注目のアイテムですけれども、えー、このデニムチョワトラッカージャケットっていう、えー、チョワコートっていうあの、まあ、いわゆるカバーオールジャケット、カーハートのカバーオールジャケットっていうのがあるんですけど、そういうデザインを落とし込んだトラッカージャケットになっていると、形はあのトラッカージャケットで、デザインがチョワコートっていうやつですね。えー、で このシュプリームのロゴはジャガードで入っているということで、ヒッコリのみロゴがリピートで入っていて、あとこのティールとブラックは単色になっていると。価格もこちらも事前に発表になっております。42,900円。それからセットアップでペインターパンツ出ます。シュプリームのペインターパンツといえばダブル2のデザインが非常に多いんですけども、これ普通のペインターパンツですね。 普通のペインターパンツが出るっていうのは結構逆に珍しい感じがしますけれども。なので非常に人気になりそうですね、ペインターパンツも。あの、ダブルにペインターパンツで非常にあの、シュプリーム人気なんですけど、ここの、え、ももの上の部分から膝下の部分まで、え、生地が二重になってるってやつなんですけども、非常に人気なんですけれども、SS シーズンだとそこの部分がちょっと厚いかなという感じもありますので、このえ生地が、 え、二重になってない普通のペインターパンツっていうのは、あの、非常に需要が高くなって人気になりそうですね。カラーはジャケットと同じく3カラーで発売予定になっていると。そして、プリントペイズリーセーター。 え、ペイズリーガールのセーター。これは、あの、以前公開になったエディトリアル、こちらの画像で、えー、着用されておりました。この、えー、ホワイトはマルチカラーで非常に爽やかですね。涼しげで、えー、いいような、いい感じのアイテムなんじゃないでしょうか。コットンセーターということなので、夏のシーズンでも、まあ、肌寒い日とかには着用できるというようなアイテムになっていると。ブラックはモノトーンカラーのペイズリーになっています。えー、そして、オーバーダイドスモールボックスジップアップフーデッドスウェットシャツと、 スウェットショーツ。かなり長い名前ですけども。えー、製品後染め加工の、えー、生地を後染め加工か。生地を後染め加工した、えー、スモールボックスのジップアップ。えー、特徴はこの大体イイ、このマルチカラーのタイダイですね。これが入ってるっていうのが特徴ですね。 それ以外は、えー、ブラックやネイビー、それからグリーン、ターン、レッドなんか出ますけれども、ブラックとかネイビーとか見てわかる通り少しボッシュがかったような感じですね。うん、に仕上がってますね、えー。というのが特徴になっていると。で、ボックスロゴは今回トーナルっぽいですね。このグリーンはトーナルになっていて、大体は赤いボックスロゴがついてると。 スモールボックスの VD 出るときは、このスモールボックスが赤ボックスだったり、トーナルだったりとかいろんなパターンありますけれども、今回は、このタイダー以外はトーナルのボックスロゴになってるっぽいですね。それからこちらはショートパンツ。フーディーと同じ6色展開で発売予定。それから、プラットチェックのニットポロとプラットニット SS ポロ。これは見頃の部分がチェック柄になっているという。 切り替えのデザインのポロシャツですね。ニットポロ。全部デスリーから。これはコットンかなちょっと、あ、コットンですね。ウールだったらちょっと熱,熱そうですけども。コットンのニットということで。それからオーバープリントストライプ SS トップ。オーバープリントでボーダー柄を表していると。これは製品にしてから プリント、ボーダーからプリントしてるんでしょうね。というようなアイテムになっていると。カラーは4色で出てます。パープルー、ラベンダーカラーと、そからレッド、ブルー、ブラックと。で、ボーダーの上にシュプリームのロゴ細く小さく入っております。という SS トップ。それからショートパンツ、ビッグスクリプトメッシュショーツというのが発売になると。シュプリームニューヨークという え、スクリプト、え、筆記体のロゴで入っております。え、ビッグスクリプトという名の通り大きく前に入っていると。これ後ろの画像がないんですけど、後ろは多分何にもないんじゃないかなという感じです。え、ということで、4色展開で発売予定。ネイビー、グリーン、ブラック。そしてホワイトはゴールドのロゴになっていると。え、それからデニムキャンプキャップ。これはあれですね。先ほどのデニムジャケットなどと同じ。 え、カラーの、キャンプキャンプ。デニムのキャンプキャンプ。ヒッコリーなんかも入っております。ロゴデザインの。えー、そして、デファレンスシックスパネル。えー、鴨柄、リアルツリーの鴨柄のデザインのシックスパネル。この鴨柄使ったアイテム、今シーズン、あの、えー、スモールボックスフーディーとか、えー、それからジャケットなんかもありましたけども、リバーシブルのジャケットかなんかもありましたけれども、えー、その時はこのブラウンとホワイトのリバーシブルとか、 えー、オレンジとブラックのリバーシブルになってたんですけど、今回はそれぞれの色が4色ありますね。オレンジカモとかもありますし、ホワイトのスノーカモなんかもあると。ブラックは単色です。えー、そしてブリーチどっちのブーにこれキャンプキャップ出ましたね。同じデザインで。あの、ブリーチがかっている、えー キャンプキャップが発売になりましたけれども、それ結構人気になりましたね。なので、このブーニーも、えー、そこそこ人気になるんじゃないかなと。夏のシーズンのアウトドアとかで結構ブーニー派と活躍するんで、まあ結構人気になりそうですね。この時期的にも、えー、マッチしてるんじゃないかなというようなアイテム。えー、そしてバッグ類が発売になると、ウーブン等々、ショルダーバッグ、そしてユーティリティバッグ、えー。ということで、これ注目のアイテムですね。えー、ウーブン、 網の、この、ウェビングベルト、ウェビングテープをこう編み込んでいるというようなものです。あの、以前、レザーのこのウーブンのえバッグ、ショルダーバッグとか出たことあるんですけども、その時も結構人気になりましたね。今回は、これキャンバスです。トートとショルダー。ショルダーは、その、レザーの時もこの形でしたね。それが非常に人気になりました。で、今回は、そのキャンバスのウェビングベルトで、 編み込んでいるとこの肩掛けの部分にもロゴが入っていると、これもジャガードで入っているというデザインですけれども、ショルダーバッグ、そしてユーティリティバッグ。で、このユーティリティバッグって昔、ポーチが出たことあるんですけど、このぐらいのサイズの。それよりも大きそうですね。今回これ3リットルってなってるんで、結構大きめの、大きめのバッグ、ポーチというよりバッグっていう感じなんでしょうかね。 このショルダーバックは2リットルなので、それよりも容量が大きいということなので、結構大きめになると思います。アイテムの画像がまもなく出てくると思いますので、それでもう確認した方が良さそうですね、大きさね。3リットルということで、そこそこ大きいんじゃないかなというような感じです。カラーは3色ですね、いずれも。ブラック、シルバー、そしてロイヤルと。 U3 カラーで出ると。トートバッグ、こういう、あの、角張ったトートバッグって出るのは結構珍しいんで、まあ、この辺も注目のアイテムになりそうですね。ということで、バッグが3型。そして、リネアゼロ、トゥーカンランプ。ということで、このペリカンみたいな鳥。ペリカンかと思ってたら、ペリカンじゃなくて、あの、大きなくちばしを持つ大橋という鳥みたいです。 くちばしが結構色鮮やかな鳥で、えー、その鳥をモチーフにしているというようなイタリアの照明メーカー、リネアゼロというところが手掛けているサイズとあ、えー、ランプと。で、サイズは高さが20センチで、で、ここの幅が13センチとかってなっております。一応、えー、公式の画像という、このリネアゼロの画像も出ておりますけど、これまあ、昔の1970年代ぐらいからあるランプみたいですね。こういう感じで、 え、これ、くちばしが光ってますけど、これは、えっ、ー、と、多分このホワイトのパターンだと、このくちばしのところが、えー、光が漏れて光るんだと思うんですけど、今回は、多分あの、この下だけを照らすようなパターンだと思いますね。こう、赤、赤ですので。半透明じゃないように見えますね。 えー、というようなランプが発売予定になっていると、価格の方がちょっと、えー、いまいちわからなかったので、また価格、まあ、それなりに高いのかなという感じがします。まあ、照明メーカーの、えー、アイテムですので、まあ、数万円ぐらいはしてきそうですね。えー、それから、ハイムプラネット、KVXL テント、これも注目のアイテムですね。えー、非常にあの、 ハイテクなテントですけれども、ドイツのエアフレームテントメーカー、ハイムプラネット製の、ウ、え、ォースリップストップ素材を使用したジオデシックドーム構造、えー、3人用テントということで、えーこれまあ、空気でこ,うこのように膨らまして、上からこう映って、えー、この球体を、えー、球体を作り上げるというようなものみたいです。 で、ジオディシック構造っていうのは、なんかこう球体に近い、こう、えぇ、ー、多面体の集まりで球体を作っているというものみたいで、この五角形のこの平面を組み合わせることによって、この球,球状にしていると。まあ、いわゆるサッカーボールみたいな、えー、えイメージですかね。そんな、えテントの形になっていると。で、公式のサイトで、 え、一応価格も出ておりますけども、18万7000円でインラインモデル出ております。え、ケー XL。なので、まあ、かなり高額商品になりそうですね。30万ぐらいいっちゃうかも。とかっていう感じですね。え、もう完全に上から見るとこう、球体、球の形してますね。通常、あの、通常のテントっていうのは、まあ、三角形。 というのが一番メジャーですけども、三角とか四角とか、そういうのが多いですけども、この球場ドーム型になっているというのがこれは特徴ですね。ということで、ドーム構造になっているよというようなテントが発売予定。これ非常に、まあ、高額にはなってきそうですね。ただ、数もそんな多くなさそうだし、人気になりそうですけども、どうでしょうね。そして、ポストイット。 え、こちらポストイットが発売になると、3M のポストイットですね。まあ、あの、おなじみのアイテムですけども、誰、誰しもが使ったことがあるというようなアイテムですけども、このシートにロゴが入ってると。うっすらとロゴがプリントしてんのと、あとサイドにも入ってんのかなまあ、これはあの、束ねてある時に見えるってものですけど、一枚一枚取っていくとごとにロゴが消えていくって感じになってくると思いますけれども、ポストイットが出ると。1パット30シート。これ1パットで買えるのかな えー、30×10 パットか。30×10 パットの1個で買えるのかなこれ。ちょっと。何個かセットなんだろうか。1個で買えそうですね。へえなのでまあ、数百円とかレベルのアイテムになるんでしょうね。きっとね。えー、ということで、今週の発売アイテム見てまいりました。結構充実してます。アクセサリー3個。そしてバッグが出ると。 それから、レギュラーアイテムは、ウェア類ジャケット最後。それから、パンツも最後ですね、これね。ペインターパンツ。え、とかっていう形になっております。え、なので、結構充実、レギュラーアイテム充実していると。ま、着眼も一応見ておくと、これが、トラッカージャケット。え、それから、え、セーター。そして、これが、え、対大のスモールボックス、フーディーと。このカラー、非常に人気になりそうですね。え、ということで、 今週の発売でも見てまいりました。今週はコラボはクラックスの新作シューズが発売予定となっております。えー、ということで、これで以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。